カルラビバリは、チェコ・ボヘミア西部の都市。ドイツ語名のカールスバートという故障もよく知られる。人口は5万2022人。世界的に有名な温泉地である。デップラー川とラベ川の支流であるオフジ川の合流点に発展し、温泉保養地として世界的に有名である。町の伝統産業としては、陶磁器工業、ボヘミアガラスに代表されるガラス工業、 地元のビール産業など挙げられ、近年は科学、機械、製材、食品工業の成長も見られる。14世紀半ば、ボヘミア王であり神聖ローマ皇帝にもなったカール4世が偶然に温泉を発見したとされる。町の名称もそのカール4世にちなんだものである。18世紀以降、温泉地として急速な発展を遂げていった。 ウィーン体制下の1819年には、オーストリアのメッテイルニヒによる主導で自由主義運動を抑圧するカールスバート決議がなされた。19世紀になると、鉄道の開通により、ウィーンなどから多数の当事客が訪れるようになり、街はさらに発展した。第二次世界大戦前までは、住民の大半はドイツ系であった。1938年には、 ナチスドイツによるズデーテン地方の併合でドイツ領となったが第二次世界大戦後独立を回復したチェコスロバキア政府のベネシュフ国によりドイツ系住民は強制的にカルロビバリから追われることとなった第一次世界大戦後のチェコスロバキア建国に伴ってオーストリアから切り離されたことによりハプスブルク帝国の富裕層のための リゾートを兼ねた当時場としての役割を終え、第二次世界大戦後に、住民もほぼ入れ替わったカルロビバリは、以後、映画祭を開催するなどして、街の振興に努めている。周辺のカルロビバリ3階に水源を持つ光線は、引用、抑用として用いられている。交通網の整備が進むにつれて、各地から著名人が訪れるようになった。ゲーテ、シラー、ベートーベン、ゴーゴリ、 ショパンなどが同都市に滞在しており、それを記念した石文みが至るところで見られる。1946年から国際映画祭、カルロビバリ映画祭が開かれている。日本は1954年から参加しており、参加した初年度に原爆の子が平和賞を受けた。現在はロシア資本が多く流入し、チェコ語、英語のほか、ロシア語による情報も充実している。 ありがとうございます。